給料単価か、それがもう来たもんだ。さあ今度は経済で丸めにそういうのがいっぱい来て、新しいもん。いや今日も今このご老中世界からまた取り来ておる。お金なんていくらも感じますね。頭がいかれちゃった。いや困ったもんだね。まだどんどんひどくなる。日本の国もそう。いくら税金取ってもたら10% 取ってもあかん。まあすぐ15になる。15、20。また取られる方も平気だ。脳がいかれとるもんだ。ねえ、困っちゃう。わしは昭和30年にね、わしは飛行機乗っとったからね、ここで終戦迎えて、ここで昭和30年にその山を越えた、開墾して、ここで果物を植えた、めちゃくちゃ儲けた、戦争当時はもう全部。